ークリスマス。こんにちは、サンタクロースのナイナンと申します。トナカイのホロボノと申します。ドスエー、ドスエー。色的には今日ナイナンの方がトナカイっぽい色してるんですけど、ドスエー。ナイナン番組ご視聴いただいている皆様に、ナイナンサンタとホロボノトナカイがプレゼントをお届けしちゃうという企画でございます。ドスエー。ですけれども、ナイロンスクイーズめっちゃ作りたいなってずっと思ったんですよ。ナイロンスクイーズ作りたすぎて、まあ、自分で作ったこともありました。こちらのナイロンスクイーズ、これね、あれだよね、豚さんたちのお腹を切って中にある子をドバってつけて、はい、2日3日、そう、そういうお話ストーリーもあるので、ぜひよければ見てください。すごく黒歴史です、あの時のほのぼの。ハネマネ番組ね、ハネマネでしょ。でいやいやね、うちもでもそうだよ、ナイロン番組はナイロンでしたよ。でいやいや、今これじゃん。もういいよその講座。ということで、こちら作っている様子、動画の最後にね、つけておきます。ほのぼのの黒歴史。ナイロンは別に黒歴史とか思ってない。レシキ、レシキ、ほのぼの持ってくる歴史がお子ちゃまで住みさんですね。よっしゃー。ということで、今回はこのマシュマロスクイーズがなんとなんと発売になりまーす。お手の大きなスクイーズにならないんですけれども、でもやっぱスクイーズのブランドといえばどこですか？シャーネ。もっともっともっと有名なイヴ・サンローラン。あー、もっともっとグッチ。そちらもなかなかのハイブランドなんですけれども、スクイーズなんでブルー、いやブルームでございます。皆さんご存知のブルームと言ったら、ブルームと言ったら牛乳シャシマ。いや早いな、そこ早いね。のようなスクイーズの中では耳たぶ系のスクイーズが大好きなんですよ。ってことはですね、牛乳菓子パンの通常サイズではなく耳たぶサイズのミニでございます。ミニマニモー。ほのぼのさん、ミニの牛乳菓子パンだったら何色がよろしいでしょうか？レブロン。レブロン。ごめんなさい、何色ですか？レブロン。あ、レモン。甘いレモンの匂い。レインボー。ああ、レインボーです。やっぱそうですよね。なんと、特別に、こちら非売品なんですけど、じゃじゃーん！皆様のお見せしたいです。見てください。ノエノンの、あの、いつものやつ。ガシャン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 ってするやつの、あれ。開けましょう、ちょっと一つ。ふわっふわ、もっちもち、レインボー牛乳ひたしパン。すごくない？ノエノンって書いてある。で、こちら、ノエノンのやつは AI データで作ってるんですけれども、こちら、6色の特色仕様でございます。ブルームさんに特別に色の置き換えしていただきました。これ一色一色特色です。これ多分なかなかアップで見たことないと思うんですけれども、このマシュマロチョコが垂れてるのが涙になってる。いろいろこうストーリーがあるんですよ、この子。そうなんです。これ実はノエノンで、ちゃんと耳もあるし。なんかちょっとね、ノエノン。では、耳たぶと一緒に触っていけと思います。あ、耳たぶです。たぶってます。ということで、こちらの非売品のノエノンスクイーズ、クリスマスプレゼントでございます。日頃ノエノン番組を見ていただいている視聴者さんに感謝の気持ちを込めてお届けします。ただですね、今回こちらですね、数に限りがありまして、本当応募してくれた皆さんに渡してあげたいんですけども。全員にね、あげたい気持ちはもうマクマクなんですけど。マクマク山々だよ。今回ご用意したのは50個でございます。でも、今までのプレゼント企画の中では、一番人数の多いプレゼント企画だと思います。プレゼント企画だと、まあ、今この動画が上がってるのがクリスマスのちょっと前なんですけれども、多分こちらの牛乳たちパンが届くのは2020年になると思います。お年玉みたいだ。そう、クリスマスプレゼントプラスお年玉の気持ちを込めてこちらをね、ドスエーって皆様にプレゼントできればと思います。くれぐれもね、メルカリで売らないように、あの、欲しい方は概要欄にフォームもありますので、ぜひお申し込みください。抽選なんですけれども、応募フォームにコメント書く欄があるんですけれども、今までのプレゼント企画はそのコメントをノエノとホノブノが全部読んで、その中から選んでますので、ぜひコメントの方もお願いいたします。嫌なんだよ、なんかビンゴとかみたいな感じで決めますかってやったけど、皆さんコメント書いてくれてるし、ちゃんと選びたいっていうので、コメント読んだ上で選ばせていただいております。年齢とかも分かるじゃないですか、社会人、大学生、小学生、中学生みたいな、そういうのも偏らないようにいつもこうちゃんと分けております。なので
結構50人選ぶの大変なんですけれども、喜びでもありますので、ぜひコメントの方も書いていただけたら嬉しいです。ほのぼのも読んでまして、毎日のあの番組見てるよって書いてくれてたり、ほのぼのかわいい、そこしか読んでないから、最高です、最高、あれそれしか読んでない、大事、ほのぼのさま大事、結構嬉しいのが家族みんなで見てますっていうのがめちゃめちゃ嬉しい。そうそうそう、子供が見てて私もハマっちゃいましたみたいな思ってくださいなので、大人の方ももうウェルカムウェルカムウェルカムなので、ぜひよければこちらデスクの方に飾っていただいてもいいんじゃないかなと思います。スケジュールやっぱ癒しなんで、そうそうそう、こういう感じでこう勉強とかもしていただいたらいいかなって感じでございます。なので応募フォームしっかり書いていただいたら嬉しいです。ということで、こちらのナナのスクイーズ、こちら本当に非売品なんで、ブルームさん行っても売ってるわけじゃないですよ。村上の人に、先生ナナのスクイーズなんて持ってるでしょ、持ってるでしょって言っても、本当に出てこない商品なので、欲しい方はぜひこの機会に下の応募フォームから応募フォームしてください。でですね、応募する際に当選メールみたいなのするので、メールアドレスちゃんと使えるのを書いてください。使えないのは書かないでください。 LINE は NG です。 LINE も送れないに入りますから。だからよく聞くんです、あるあるらしくって、当選メール送っても返事がないみたいなのがあるみたいで、ワンチャン迷惑メールに入ってるみたいな可能性もあるらしいんですけれども、くれぐれもメールアドレスは使えるの、そして迷惑メールも見てください。応募する際は私みたいなね、小さい子、小学生ぐらいの子は大人の方と、そう、大人の人とやんないと急に、もしかしたらメールアドレス一文字間違ってたりしたらもう届かなくなっちゃうからね。届かない、届け、必ず大人の方とご一緒にやってください。いや、ということで、これからもなあなあこの子の頑張って面白い動画いっぱいお届けできたらなと思ってますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル2回言って、チャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、グッドボタン。ということで、商品にはならなかったこちら、マシュマロスプリン作っている動画、これ多分兄さんに分かれてるんだよね。そう、あれじゃ乾かしバージョンと、そうそう、マシュマロスクイーズの動画1、2、3あるんで、めちゃめちゃ長い動画なんですけれども、ぜひよければ勉強しながら、ここからは勉強しながら見てください。冬休みは宿題もあると思いますので、私の顔見たらやめてくださいその顔怖い。宿題もあると思いますので、冬休みの宿題をやりながら見てください、はい、それではここでノエノンたちは、今のノエノンたちはお別れしたいと思います。それでは念願のスクイーズになったノエノンとほのぼのでした。ちょっと今一瞬飲めもんじゃないみたいな顔してるそれでは、じゃあバイバイ、バイちゃん、なんということでしょう、ホワイト。はい、皆さんこんにちは、飲めもんじゅうの飲めもんと、はい、皆さんこんにちは、ほのぼのまじゅうのほのぼのです。ほのぼのの番組ね、飲めもん番組ね、今回はですね、バレンタインということで、初めて誕生日おめでとうございます。ということで、バレンタインです。以前、この丸いやつをね、解体するわけですよ。そしたら、中に低反発枕が入ってるんですけれども、その枕が白くてね、もうマシュマロにしか見えないということで、チョコマシュマロスクイーズを作っていきたいと思います。チョコマシュマロスクイーズは3つすくうので、3つ剥きます。ピッツ、カエル、猫ちゃん、行こうか。この3ついきます。で、このクロワッサンみたいな形のやつ、一般的に使いますので。1個剥いたんですよ、福田さんのやつ。高等低反発で。これもね、1個チョコにちょっとつけていきたいと思います。セル魔法で剥きましょう。バーン。はい。でね、剥いてよかったことはね、猫ちゃんがちょっと硬かった。猫ちゃんの。は妹にやってます。で、この手伝いは私がやりますね。ではですね、チョコレート用意していきましょう。バーン。はい、今回のチョコレートの材料はこういう風になってますね。缶で売ってました、チョコが。水性ペンキになります。はい、こちらチョコレート色ですね。何するかというと、まず、この透明の容器に、このチョコレートの色のペンキを入れて、それで、マシュマロを、このチョコレートフォンデュ系で、ジャーって入れて、このままこうして、乾かします。OK? では、入れていきます。バン!はい、チョコレートの色のペンキが用意できたのでやっていきたいと思います。緊張、トップバッターノエノいきます。ではノエノ選手、よろしくお願いいたします。3、2、1、Here we go。 あ、結構、あ、やばい、結構すごい、あ、そこら辺までしか行ってない、結構いいわ、危ない危ない危ない、いくよ、あ、マシュマロ感すごい、あ、マシュマロ感すごい、お、あー、オッケー、大丈夫、いけいけ、
すごい、バナナチョコ。すごいね、すごいよ。マシュマロかな、はい、はい、では入れていきたいと思います。 3, 2, 1, here we go。 あ、これはこれ、これはやばい、痛いですよ。でね、これ裏側が汚くなっちゃってるんですよ。これ整えていきたいと思います、今日は。で、これちょっと不安なんですよ。ビリってやったら破けそうな感じなんで、上からコーティングはね、後から自分でします。バンでちょっと魔法かけて入れました。バン。はい、綺麗にできました。本当にめっちゃマシュマロスクイーズだよね。いいバレンタインができました。これはパピーにね、あげたいと思います、一つ。それでは、コーティングをね、して、剥がれないようにしていきます。本当すごいと思う。乾いた木のノイロンでございます。こんにちは。これでコーティングしました。ジェルメリウムハートね、これでねコーティングしてすごいことになりました。これでかいじゃん、こんなに。これ390円よ、まあ、税込み入れたらもうめんどくさいけど390円、やばくない？これやばいよやばいよ、本当に。これはね、ちょっと待って、このブルームちゃん2500円ですよ。これ390円だからちょっとペンキ代とかもあるかもしれないけど、この間ブランド出しちゃうかなってくらい今回は出来がやばい。いやー、もうバレンタインに適した動画すぎてもうビビります。じゃあブルームと勝負しようか。ブルーム3つ分ぐらいあるんですよ、これ。よっ、いっちゃ、よし、オッケー。ノエノンスクイーズ頑張れ、勝つんだ。ここからが勝負ですよ。頑張れ頑張れ、ブルームに負けんな。ブルームこっちから持ってきて、あ、裏側ちょっと結構持ってない、ここら辺に。頑張れノエノンスクイーズ。どんなやろな、この辺じゃ。戻ってる戻ってる戻ってる。これは全部戻った。よっしゃ、勝った。もうやばい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 、もう時間かかっちゃう。これ押しちゃうと戻るのに15分ぐらいかかっちゃうから、こうふわふわスクイーズって今流行ってるじゃないですか。まさにこれそうです、ふわふわスクイーズ。これ手作りとは思えないでしょ。これね、一番空気が抜けるんですよ、こう、わかる？だからあのぐしゃって全部潰せるんだけど、この2つちゃんたちはもう空気もね抜ける隙間もないというか、多分本当に潰しちゃったらやばいと思う。これで戻るの超遅いもん。空気が全然これ抜けないから、ほんとこれぞふわふわスクイーズ。やばいよこれ、ほんとにやばい。普通にチョコもらえると思うね、喜ぶと思う。これはしかしノエノン、これだけじゃ終わんない、こっち見たもんだって。それではデコっていきましょう。 Here we go。 録画してるよ。それではデコってきてた思います。いい感じ、 OK できたら意外といい感じ。これはもしかしたら
白とピンク交互にやったらめっちゃ可愛くなるような気がしてきちゃった。はい、ちょっとね、今思ったんだけどめっちゃ時間かかってんの。もう1時間ぐらいずっと撮りっぱなしだから動画は撮らないでバンって感じ。それではバン。はい、ということでできました、デコ。うん、あの後から結構ね変えました。このね、真ん中にね一個チョコのねやつやりました。これわかる、めっちゃ痛いんだけど、ここからはこんな感じ上つぶします。すっごい落ちる、やば。多分ね、これほらこうやって縦にくっついちゃってるやつもあるんで、一通りね落ちたら落ちきってたの。それでは落としましょう。ちゃんとくっついてるやつもいるんだけどね、星やっぱ可愛いね。続きましてこちら、上全部ホイップです。これも真ん中にねハートがあります。で、周りはジェルメリウムでくっつけました。今度ですね、ネギネギしていきましょう。低反発、もともともともに痛い、もともともともに痛い、痛い、痛い、鼻。多分これほら、2人握ったら爆発しそうになる。すんごいへっこんだ、すごくない？すごいね。はい、ということでこちらバレンタイン出来上がったんですけれども、ハッピーにはゴディバのチョコレートをね用意したんですけど、自分へのご褒美ってね。なのでこれ頑張って、こんだけねホイップめっちゃやったノエロンと1個だけねこれチョコレートつけたほのぼのにご褒美ということで、ゴディバ開封していきたいと思います。バーン。はい、ゴディバになります。はい、それでは開けます。うわー、きらびやか。え、プラスティック、これプラスティック、これプラスティック、なんて書いてあるんですか。ゴディバ2017、これ箱にもねちゃんと2017って書いてあります。オープンザゴディバー。はい、え、待って、ちょっと出た、今何個入ってた。ゴディバ高っ。え、待って、5個。え、ビビる。ではまずこちらの真ん中から、これ多分レアチーズケーキでございますね。これはストロベリーショートケーキ。ではこちらお願いします。こちらですね、クレームブリュレ。はい、ではこちら。え、そちら、こちらはね、こっちに書いてある、こちらクールになります。クール、クール。うん、ちょっともうチョコレートの説明めんどくさいんで、はい、こんな感じになります。こんな感じ、ストロベリーショートケーキ食べていきたいと思います。はい、じゃこれ未来のチョコレートして。ではいただきます。うん、なんだろう、ショートケーキでしょこれ、甘酸っぱい。え、この抹茶のやつ美味しそう。え、抹茶なのかな、抹茶じゃなさそうですよ。すごく美味しい。じゃあ私も一つ。これね、何が入ってるのか分かんないじゃん。私これ食べた。分かんないけどゴディバ高い、まず第一のは。はい、じゃあこの中謎のチョコレート、はい、食べていきたいと思います。うん、うま。それではマミーと一緒に食べたいと思います。レッツゴー、いくぞいくぞ。はい、ゴディバこれ食べ終わったんですよ。だけどこれパピーにあげてないんですよね、1個もね。なんでこうマミーと食べたんで、まあまあパピーにもこれ触らせるだけではちょっとあれなんで、これね、こうケースとかが残ってるわけですよ、こうやって。で、これめっちゃいいの残ってました。で、この中にこれを粉々にして、この未開封状態にした状態にしたいわけよ。こうやってちゃんと中にちゃんと戻してハッピーにあげたいと思います。でも箱は妹がもらうという。じゃあやっていこう。今回使用するのはロッテさんのガーさん、ガーの存じさん、じゃあいいよ、はい、ロッテさんのガーナミルクチョコレートです。ゴディバよりね喜ぶことは喜ぶ、だってこんなにいっぱいあるんだもんね、チョコレート、ね、ゴディバさんはゴディバもうめちゃくちゃ美味しかった。もうほっぺか落ちた。これの手作りですよ、手で作ってますから。1個だけ食べた。いいよ、食べな、一個くらいもらって。いただきます。せっかくパピーにあげてるんですけど、やっぱりね、揚げたて食べないと。はい、こんな感じでガーナのチョコレート詰めました。これで本当は手袋してやったりしたらちゃんとやる。ルーの残りもふもふだからいいかも。まあこれでパピーも喜ぶだろうな。当たりから貯めたお金で買ったんだよって言ってオッケー。説明書はね、これ説明書入ってると結構ねゴディバ感半端ないよ。え、じゃあガーナの説明書入れとく。
はい、これキーホルダーつけときましょう。はい、キャッチー。ごめん、ここ捨てちゃった。ここ取るやつさ、まあ大丈夫でしょ。まあ、いいよね。はい、来たー。はい、ゴディバ戻りました。パピーにね、あげたいと思います。それでは